こんにちは、うさぎとびチャンネルでございます。今回はイベント中のセキュリティ契約をやりに行くんですけども、これまで何度もセキュリティ契約の攻略っていうのはやってまして、でこれまでの動画とね内容として同じものになってしまうんで、まあ、今回はですね、普段やらないやり方でセキュリティ契約をやっていきます。やり込みすぎてねもう飽きたよっていう人は参考にしていただけたらなと思います。なので今回の方法っていうのは時間効率は良くないものなんですけども、ただやりながら本来だったらこうした方がいいんですよっていうのは一応補足で喋っていきますんで、これからやっていくっていう方もぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。ではまずですね、まだあんまりセキュリティ契約について知らないっていう人のために一応ざっくりとした解説だけしちゃいましょう。通常セキュリティ契約は報酬がだいたい3万ドル程度、報酬額が表示されるところにランクの表示っていうのも出るんですけども、それがスペシャリストとかスペシャリストプラスとかっていうのになると報酬がその倍以上になったりします。ただこれは運次第ですね。で動画を作ってる今現在はイベント中になりますんで、さらに報酬はその2倍になりますね。なのでかなりいい時は14万ドルぐらいの報酬になることもあります。セキュリティ契約はクールタイムが5分という短いスパンなので、イベント中はねこれをやり込めばかなり稼げると思いますね。そしてセキュリティ契約のクリアの回数に応じて金庫に溜まっていく金額っていうのが増えていきます。でその上限金額は48分に2万ドルというのが上限になりますね。そしてこれを5回クリアするごとに金額が少しずつ上がっていくんですけども、2万ドルになる上限のクリア回数は201回のクリアになります。つまりこのセキュリティ契約を201回以上クリアしてれば何にもしなくても48分に1回金庫に2万ドル入ってくるということになりますね。このあたりはナイトクラブと違って人気度を上げたりとかってね、維持をする必要もなくて全く何もしないでお金が入ってくるという GTA の中ではかなり珍しいものになります。でそれぞれの各ミッションの攻略っていうものは別の動画でやってますんで、そちらをご覧ください。では今回の動画の本題に行きましょう。まずは救出作戦にスナイパーで遊びに行きましょう。ちなみに通常だとこの救出作戦っていうのは一番楽なのはデラックス王かなと思いますね。移動距離が長い場合はスパローの方が移動自体は早いんですけども、操縦に若干慣れが必要ですね。でこのミッションは敵はミサイルを撃ちまくってれば簡単に全滅することができるんで、200回のクリアを目指すっていうんであれば一番のおすすめのミッションと言ってもいいかもしれないですね。なおですね、スナイパーで行くときは救出作戦の場合は場所によっては狙撃できないところもあるんで、今回は当たりパターンになります。ダムのパターンなんかはね、建物の中に敵がいる場合ってのもあるんで、スナイパーだけだと全滅させることができないんで、これは本当に引き次第になりますね。でスタートしたらまずはオプツなんかで現地まで行って見渡せそうな場所に着陸をして、まああとは狙撃をするだけですね。これが結構楽しいんです。こんな感じでね、バン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 倒せて、敵はこっちが見えてないんで、全然攻撃もしてきません。ただですね、この森の時のように、敵の場所が見にくい場合とね、あと距離的にも敵の場所を見つけるのがね、結構至難の技の場合があるんで、まあ、本来はね、クアドレンズっていうね、サーマル付きのヘルメットを使いたいところなんですけども、またバグってて使えないんで、今回はヘビースナイパーのスコープを利用します。こんな感じで熱感知でね、敵の場所っていうのが分かりますね。でこのまんまヘビースナイパーで撃っちゃうと炸裂弾なのでね、弾薬代が高くはなっちゃうんでね、あと補充するのもめんどくさいんですけども、木の陰にいる敵はね普通に撃っても弾が当たんない場合があるんで、まあ、このまんま炸裂弾で撃っちゃいましょう。さあ全員敵を排除しましたけども、オプ2で来てるんでこれだとクライアントは連れて帰れないので、ここでスパローを呼び出しますね。であとはクライアントを乗っけて帰るだけですね。で隠れ家の近くに着いたら隣の建物の屋上にこんな感じで着陸します。この辺りですね。そして黄色いマーカーの上にここから飛び降りればそのままクリアになりますね。さあ次は同じく救出作戦をアクーラという戦闘ヘリで行きます。呼び出した時にどこにこのヘリが出てくるかっていうのを把握しておけば、先にオプレッサーマーク2なんかで移動してから呼び出せば無駄な移動時間というのはなくて済みますね。で僕はですねアクーラを3機持ってるんですけども、このまだら模様のアクーラはガス爆弾を搭載している機体になります。
で、今回は行き先がダムなので、もしね敵が建物にいる場合はヘリだけだと全滅は難しくなっちゃいますね。さあ、ダムの上空に着きましたけども、運よく敵が全員見えるところにいるっていう感じなので、空爆だけで行けそうですね。さあ、敵の上にうまくつけて空爆開始です。こういう場所だとガス爆弾は非常にいいですね。で、このミッションのこの時のクライアントはこっちの攻撃には無敵状態なので、もうやりたい放題ですね。ミサイルをぶち込んでもいいですし、こうやって空爆してもありですね。いや、空爆楽しいですね。さあ、敵を全部排除しました。あとはクライアントを拾って帰るだけですけども、アクーラはまあまあヘリとしては機体がでかいので、まあ、壁とかね、どっかにぶつかって墜落はしないようにだけ注意が必要になりますね。まあ、ただスパローなんかよりは頑丈なので多少はぶつかっても大丈夫ですね。さあ、隠れ家の上空に着いたらさっきのスパローと全く同じです。隣のビルの屋上に着陸ですね。で、またマーカーの上に飛び降りればすぐにクリアになります。さあ、次はギャングの最後にアベンジャーで行きましょう。ギャングの最後は通常だと普通でも簡単にクリアはできるんですけども、ちょっとね、弾数は問題かもしれないですね。弾が足りなくなることもあります。まあ、なのでミサイル無制限の乗り物の方が楽かもしれないですね。まあ、ハンジャールで突っ込んでって戦うか、スパローで遠くから戦うっていうのもいいかもしれないですね。まあ、何にしてもこのミッションは場所によって戦い方が結構変わりますね。で、僕は通常の時でもアベンジャーを使ったりして遊んでますね。で、アベンジャーで行く時はアベンジャーで指定の場所の上空まで行きますけども、このギャングの最後も場所によっては戦闘車両やヘリに乗ったままではクリアが難しいっていうこともあるんで、引き次第になっちゃいますね。さあ、上空からまたも空爆開始です。ボタンを押しっぱなしにしてね、絨毯爆撃で、バカ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 行きたいんですけども、意外とこのね、爆弾がすぐ弾切れになっちゃうんですよね。いやー、楽しいなーこれ。あれ、弾切れだ。こんな感じで結構早いんですよね。あら、残りのサージェントが4人になってますね。ってことは1人も倒せてないってことだ。じゃあしょうがないんで次は砲塔を使いましょう。この砲塔で全部倒せればいいんですけどね。いけますかね。アベンジャーを自動操縦にして砲塔に行きましょう。ここの移動の時のムービーがね、結構僕は好きなんですけどね。じゃあ撃ちまくっていきましょう。こんなでっけえヘリが頭上にいるのに、なんてのんきな奴らなんだ。さよなら。はい、あなたもさよなら。はい、あんたもさよなら。あ、クリアしたみたいですね。これ砲塔を使ってるとね、クリアしたタイミングがね、ちゃんと見てないと見逃しちゃったりするんですよね。で、特にね、僕は BGM を全部切ってるんでね、音楽が鳴らないんで非常に分かりづらいんですよね。さて、一応すぐに CEO の登録を解除しときましょうかね。あれ？なんか降りるボタンが反応したっぽいな。あー、やっぱ飛び降りちゃった。なんか新しく買ったコントローラーなんですけども、よく押してないボタンがね、反応しちゃうんですよね。なんかね、連射ボタンがついてるんですよ。で、僕連射ボタンなんか全然いらないんですけど、ボタンの配置がね、なかなか良さそうなコントローラーだったんで、しょうがないんでそれ買ったんですけど、で、まあ連射の機能なんてオフにしとけばいいかって思ってたんですけど、なんかそれのせいなのか何なのかはわかんないんですけど、なんかよくこれはね、押してないボタンが反応して非常に困ってるんで、このコントローラーは多分失敗だったっぽいですね。まあ、あんまりひどかったらまた買い替えなきゃいけないな。さあ、次は救出作戦に戦車のハンジャールで行ってみましょう。まあ、ことね、敵を倒すということだけなら、この戦車が一番楽なんですけどね。敵からダメージを食らうことが一切ないですからね。てか、銃で撃ち合いをしてて、こんな戦車が突っ込んできたら、かなり嫌ですよね。っていうか、逃げますけどね、即。この人たちは根性が据わってるんで、戦車に立ち向かってきますけどね。さあ、全部排除しましたね。このまんまクライアントを戦車で連れて帰ることもできるんですけども、そんなもんやってたらね、時間かかってしょうがないし、まあまあつまんないんで、どうしようかな。よっしゃ、ゲンチャリで行ってみよう。これ、二ケツで帰るぞ、乗れ。さあ、これは初めてのチャレンジですね。隠れ家まで帰れんのかな。クライアントの体力は持たなそうだけど、いや、後ろに疲れるとダメだなこれ。攻撃食らいすぎますね。いや、道じゃないとこ走っていくしかない気がするけどな。あちこちよじ登るほどのパワーもないから、
いや逃げろ逃げろ。しかしはるばると助けに来たやつがこんな原チャリで来たらクライアントもびっくりだろうな。マジかよって感じだろうな。おーっと、なんだこいつら、意外と道じゃないとこまで追っかけてくんだな。普段空飛んで逃げちゃうんでね、こういう風になるっていうのをあんまり知らなかったですね。いやー、原チャリとじゃ速度が違いすぎるな。逃げきれないな、こりゃ。このまま走ってたらやられるな。こっち行こう。いやーダメだ、すげー撃たれてる。クライアントが血まみれだ。あ、死んだ。原チャリで逃げ切るのはかなりの難易度ですね。ただ結構楽しいんで、後でまたやってみます。さあ、こっからはですね、ちょっと番外編です。乗り物を何使うかというよりも、ちょっと変わったやり方ってだけです。資産生産というミッションを選んで、でバイクに乗ったパパラッチが出てきた時なんですけども、これをまあわざとぶつけたりね、プレッシャーをかけ続けてると、よくこの人は転ぶんですね。でバイクがこけたらすぐにバイクのところに行きます。で NPC がバイクに乗る瞬間に、こっちも乗り物に乗るボタンを同時に押しますね。でそうするとこんな感じで2人乗りをすることができるんで、あとは目的地まで連れてってもらうだけですね。で現地に着いたら、このミッションの場合はテラーバイトを呼び出して、で爆弾を仕掛けて出てきたらテラーバイトにすぐに駆け込めば、時間次第だと手配度もつかないまんまクリアになりますね。という感じで、まあちょっと変わったクリアの仕方もできるっていうことになります。でですね、その他ね、いろいろなんかできないかなとね、貴重品奪還をね、バットだけでチャレンジしてみたりとか、火炎瓶だけでクリアできるかとかね、いろいろやってみたんですけど、一回もやられないでいくっていうのはかなり難しかったですね。というかできなかったです。ということで、今回はイベント中のセキュリティ契約を変わった方法でクリアするっていうのをお送りいたしました。普通のやり方にはもう飽きたっていう人はぜひやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。